皆さんこんにちは。囲碁が大好きなカラス天狗のクーロンです。今回の囲碁の話は囲碁鑑賞をお送りします。現在私が順次刊行しているうちの集囲碁修正の記念すべき第1巻で最初に掲載したのが、伝承年間に本因坊さんさがライバル李玄と対局した棋譜です。この棋譜は本能寺の変前夜に信長公の御前にて打たれたものとされ、対局中に三公が生じ、翌日に信長公が亡くなったために囲碁界では三公は不吉の兆しと言われるようになります。あまりに有名な棋譜であり、対局の中身については様々な人が解説していますので、この回では棋譜の解説は割愛させていただき、その歴史的背景について説明させていただきます。この棋譜はもともと江戸時代後期の棋譜集に天正年間に打たれた三叉と李玄の棋譜として掲載されていたものですが、いつどこで打たれたものかは明確ではなかったそうです。しかし明治期に刊行された座院断層などで本能寺の変前夜の棋譜と紹介されたことで、その説が定着していったのです。ただ当時の信長公の行動を細かく記録した書類には、本能寺の変の前日に開かれた茶会の出席者の中にご内の名は見当たらず、三公伝説自体が後の時代に囲碁家元筆頭格本因坊家の権威を高めるために創作された話というのが現在のところ有力な説となっています。なお、これまで、この棋譜では、三公は生じないのでは、と言われ、三公伝説が創作とされる根拠の一つとなってきましたが、近年、囲碁に詳しいプロ棋士の研究などで、二箇所において、三公発生の可能性が指摘されています。皆様も、ネットで、様々な意見を検索してみて、研究されてみたらいかがでしょうか。今回の囲碁鑑賞は、いかがでしたでしょうか。有名な棋譜ということで、今回は対局内容の解説は割愛させていただきましたが、今後はこの修正に掲載されているあまり知られていない棋譜についてもより詳しく紹介できたらと考えています。